これは僕が小学生の頃の話なのだ。何かと口うるさいお姉ちゃんにムカついていた僕は、夜中にお姉ちゃんの部屋に忍び込み、眠っているお姉ちゃんのツルツルおまんこに自分のうんこを塗りつけてやったのだ。特におしっこの出る穴には入念に何度も何度もうんこを塗り込んでやったのだ。二日後、目論見通りお姉ちゃんは尿道炎となり、地獄の苦しみを味わうことになったのだ。ざまあみやがれなのだ。ところがその後、困ったことになったのだ。回復したお姉ちゃんが犯人探しを始めたのだ。そして明らかに僕を疑っているのだ。これはまずいのだ。バレたら猛烈に怒られるのだ。そこで僕は同居しているおじいちゃんに泣きついて、身代わりになってくれるように頼んだのだ。おじいちゃんは孫の僕のことが目に入れても痛くないほど可愛いから、僕のお願いは何でも聞いてくれるのだ。お姉ちゃん、ちょっといいかな。この前の夜、お姉ちゃんのおしっこの出る穴にうんこを塗りつけたのはわしなんじゃ。すまんの。おじいちゃん、なんでそんなことをしたの？意味がわからないんだけど、理由を教えてよ。理由かい？いや、まあその健康のためというか、ウコンとうんこは似ているし、死んだばあさんもしわくちゃのあそこによく塗っていて、それでつい、その僕は動揺するおじいちゃんが無理のありすぎる言い訳をするのを陰で聞いてゲラゲラと笑ったのだ。おじいちゃんはその後家から追放され、町中から孫娘の尿道に自分のうんこを塗る変態じじいと後ろ指を刺されながら、公園のテントで短い余生を過ごしたのだ。